この後 SNS にも動画を上げる予定でいるから、そっちも見てくれると嬉しいな。じゃあまたね。はあ、終わっちゃった。お疲れ様。楽しかった。最初は緊張したけど、コメントに助けられたよ。みんな楽しみにしてたよ、頑張ってって言ってくれてさ。ダイビングの様子も見てもらえて嬉しかったな。これもみんな喜んでくれたよね。え、なんで私？魚じゃなくて？確かに楽しくてたまらなかったけど、そんなに分かりやすい動きしてたかな。自分じゃ分からないよ。カナンちゃんに教えてほしいってコメントもね。 PR はひとまず成功かな。またお客さん増えるといいな。よろしくね。君のおかげで安心して繁盛させられるよ。そうだね。みんな楽しんでもらえたみたいだし、もっと海やダイビングに興味を持つ人を増やせるように活動していきたいな。でもそれだけじゃなくて、もっといろんなところに住んでる人たちと話してみたいなって思うんだ。びっくりしたよ。フォロワー数一桁だった頃には考えられなかったね。ライブでもたくさんの人が応援の声をくれて、もちろんそれもすごく嬉しいし励みになるけど、ステージの上から一人一人の言葉を拾うのはやっぱり難しいからさ。だから今日はあんなにいろんな場所に住んでる人たちと話せるなんて思わなくて、すごくワクワクしたよ。海や内浦の魅力を伝えられて、遠くに住むたくさんの人と話すこともできて楽しい。生配信初回にして早速ハマりそうな予感がするな。もちろん相談させてもらうつもりだよ。君あっての PR 動画だからね。これからもよろしく。